残りの試合、全力を尽くすのでよろしくお願いします。まあ、難しい決断で、まあ、本当に悩みましたけど、でもやっぱり、まあ、サッカー選手として試合に出たいというか、もう、まあ、環境を変えてもう一回、新たな競争で頑張りたいと思ったのが一番の理由だと思います。まあ、でも去年とはまた選手も変わってて、スタッフの方も変わってたので、まあ、懐かしい気持ちもあれど、こう、まあ、新鮮な気持ちもあって、また一から頑張りたいなと思いました。まあ、監督が変わって、非常にこう、ハイプレスというか高いラインを保ってどんどんこうボールを奪いに行くっていう姿勢がすごく多いので、そこは自分も見せていきたいなと思いますし、まあいろいろ探り探りではありますけど、まあやりながらどんどんこういろんなやり方だったりを覚えていきたいなと思います。やっぱりまあ試合数は少なかったですけど、試合に出てこう感覚を取り戻したっていう部分で、まあ、ある程度自分の中でも自信というかそういうのを持ちながらやれてましたし、そこは試合に出たことによって、まあ、自分の中に溜めれた経験だったのかなと思います。まあそんなに昔からたくさん点を取ってきたタイプではないので、まあ去年ここに来て3ゴールっていうのは自分でもこう驚いた数字ではありますけど、まあそれと同時に、まあ、自分の良さがゴールに直結するんだなっていうのも改めてこう生かし方っていうのも分かりましたし、そこで勝負をしていかないとなっていうのも改めて認識できたので、そこが良かったのかなと思います。まあでもチームあっての個人だと思うので、まずはチームのやり方の中で、いかに自分を出せるかっていうのを考えていきたいなと思いますし、まあ、試合を見ててもこうサイドを変えるようなボールだったりとか長い距離のボールもすごく多かったので、そこは自分の中でも、まあ、意識をしつつ、まあでも一番はゴールに直結できたらそれがベストなので、そういった選択ができるようにしていきたいなと思います。まあ、残り少ないですけど、どれも負けられない戦いだし熱くなる戦いだと思うので、ぜひスタジアムに生きて試合を見て応援していただけると嬉しいですし、まあ、それはテレビでもその応援が伝わると思うし、ぜひ最後まで一緒に戦ってもらえたらと思います。